皆さんこんにちは、さやここチャンネルです。はい、今回ご紹介するのはですね、ほうじ茶の生チョコの作り方です。自宅でね、ほうじ茶のチョコレートを、本格的な味を作れないかとちょっと今回挑戦してみました。で、そんなねすごい高級なチョコレートを使わなくても、このガーナのロッテガーナ、はい、皆さんがよく食べておりますロッテガーナチョコレート、こちらを使って、作っていきます。でね、ほうじ茶のチョコレート、ほうじ茶の香りを出すのがめちゃくちゃ難しくてですね、2回やりましたよ。2回、2回でよかったか、まだね。でもね、難しいんです、ほうじ茶は。なんかね、出ないの味がなかなか。そうなので、今回ね、自宅でも本当本格的な、もう食べた瞬間にほうじ茶だこれはっていう分かる、生チョコレートを作ってみました。はい、レシピですねは概要欄にも貼らせていただけますので参考にしてみてください。はい、私ね、結構好みの味としては、なんか食べた時に、あ、まあほうじ茶かなっていう中途半端な味が嫌いでですね、もう食べた瞬間にこう鼻から、あ、ほうじ茶みたいな、あ、うまっっていう風に思えるぐらいのこう香りがこう鼻から抜けるというか、そのくらい持ってきたくて、要はですね、濃い味が好きなんですね。ただね、勘違いしてほしくないのが、しょっぱい甘いとかではなくて、結構香りを重視したい香りなんですよ、やっぱり。で、香りイコールこう美味しさがこう自分の中で感じられるところだと思うんで、味は出していきたいですよね。そう、そうなんですよ。でね、今度違う動画でまた皆さんにお話ししたいんですけど、私、34歳でフランス留学しましてですね、でその時に日本式パン屋さん、ケーキ持ってるんですけど働いてて、でほうじ茶のね、ほうじ茶ラテとかかな、ほうじ茶ラテすごい人気で、そう、フランスの方に、そうそう、なんかね、抹茶だけかと思ったんだけど、そんなことはなかった、めちゃくちゃ人気だったっていうかね。あ、今思い出したけど、そう、そのバイトがね、パリの中心街だったんですけど、めちゃくちゃ忙しいところで、なんかもう本当にね、今思えば本当に大変だったけど、あそこのおかげで、学校も行ってたけど、そこのバイトのおかげでこうフランス語が身についた感じですね。またこれはちょっと話したいな。そう、なんかほら、フランス留学、私34で、何度も言うんですけど、アラサーで行ってるんでね。でもね、やっぱりなんとかなるもんなんですよね。だからそこも踏まえて、ちょっと今度違う動画で話させてください。お願いします。はい、で今カットしてるんですけど、これね、私ちょっと、すいません、パティシエだったんでね、きっちり測ってカットしてます。じゃないとね、先輩に本当怒られたんで、それがちょっと染みついててね。でもいいんです、適当でいいですよ。もうカットは全然いい、自分の食べたい大きさにカットしていただければもう全然問題ございません。もういいんです、もう適当で。そう、ここまで、できたら十分だと思うんで。で、あと型もなんかいいですよ、プラスチックのなんかタッパとかさ、なるべくこうね、こうカクカクした、お弁当箱とか、そういったのがいいかもしれないけど、なければいい、タッパでもいい。はい、でね、このカットするときはできるだけ包丁をですね、湯煎で温めると、綺麗にカットできます。そうそうそう。で湯煎で本
当はね進めたくないんですけど、まあ、火でこう温めてガスのでカットしてで包丁拭いて拭き取ってっていう繰り返しでカットしていくとこう綺麗に、はい、綺麗なあのチョコレート生チョコレートに仕上がると思います。はい、できました。いやちょっと雑談も入りましたが、ぜひぜひ皆さん試してみてください。本日もご視聴ありがとうございます。